そこ、足元に気をつけろよ。この結社古いんだ。マスターが全然働かないし。古いんじゃなくて、レトロ趣味と言ってほしいな。マスター、レムスさん、お帰りです。ん？ん？お客さんですか？まあ、そんなところさ。彼女はフレイヤ君。この結社の事務を取り仕切ってくれている優秀な社員だ。もしかしてマスター、また懲りずに誰か拾ってきたんです？僕じゃないよ。レムス君が拾ってきたんだ。拾ったって、いや、まあそうか、俺が連れてきたんだよな。でもさ、お前本当に記憶喪失なの？うわ、そういう使い方するやつ。それで一体何があったんだい？俺にもわからないことばっかですよ。実はさっき海岸で錆びたキーブレードか。見せてもらってもいいかい？なるほど。うん。マスター、確かにこいつは不審で、自分も一瞬疑ったりもしたんですが、人を襲ったりなんかしてないと思うんです。だってこいつはなんというか、普通のおせっかいなやつって感じで。マスターは他の結社やキーブレード使いのこと詳しいですよね。だったらこいつの所属先。ああそうだ、君は、え、君はまだ僕と握手をしてないね。はあ、今そういうこと言います？さすがマスター、礼儀は大事にですね。こういうのは最初が肝心だからさ。そう、よし、君の身分をうちで預かろう。え、マスター、それって。ああ、うちの結社に入れる。そうすればとりあえずは不審者じゃなくなるだろう。フレイヤ君、手続きは頼んだよ。まったく、やっぱりマスターが拾っちゃうじゃないですか。まあこれは渡りに船とも言うよ。人手不足の弱小結社のうちに即戦力の期待の新人キーブレード使いが来たんだから。それに君の心を試すのにちょうどいい任務もあるし。任務？嘘をつくと鼻が伸びるってね。まさかマスター、いきなりワープワールドの案件を押し付けるつもりですか？押し付けるだなんて人聞きが悪いな、フレイヤ君。我が社ではレムス君に謎が解けず未解決の案件だ。ここでレムス君のリベンジも兼ねて同行してもらえば一石二鳥。なるほど、二頭追うものは一頭も得ずですね。いや、それ違うでしょ。どう、楽しそうな職場でしょう。マスター、そのアットホームな職場ですみたいなノリやめてくださいよ。あいつ大丈夫そうですか？うん、うちは空き部屋が多くてよかった。疲れてたみたいで部屋に入ってすぐに寝ていたよ。今日は本当に疲れましたよ。それじゃ俺は帰るとします。明日先輩としてしっかり指導頼むよ。俺そういうの向いてないんですよね。いや、レムス君意外と世話好きだから。それはマスターでしょ。アットホームな職場だからね。ですね。お疲れ様。お疲れした。今夜は本当に星が綺麗だね。あ、ちょっとマスター、書類にサイン書いてから寝てくださいね。私ももう帰るんで。
ひえー